山田選手、僕のジムの先輩である大河君と試合してるんですけど、はい、とてもいい選手でしたね。あ、はい、そうですか。去年の11月に大河と戦って3ラウンド判定で山畑が敗れています。まあ、その前の試合は9月に和樹と戦って3ラウンド判定、その時にディープキック63キロ級の第3代新チャンピオンになりました山畑です。掴んでの攻撃は1回まで、掴んだ状態を継続すると対する大石も去年の12月13日に高橋と戦いまして3ラウンド判定2対0で敗れました。それまでは3試合連続 KO という結果も残してるんですよね。そうですね、勝った試合が全部 KO なんで、A、すごい、まあ、パワーあるんだなっていうのは思いますね。はい、はい、ラウンド、はい、さあ第1ラウンド開始のゴングが鳴りました。黒いトランクスが山畑、そしてゴールドのトランクスが大石です。まずはローキックを出していきます山畑。山田選手、大学の試合の時もそうだったんですけど、蹴りの返しが早いんですよね。そうですか、はい、ですからその、まあ、蹴りの回転、このあたりでも注目していきたいと思います。軽くステップを踏んで前後に出ていく姿を見せています大石。まあ、カーフキックっぽかったですね。あ、そうですか、はい、まあ、今格闘機会を席巻しているカーフキック、まあ、一発いいのをもらうと本当にダメージがそれで、そうですね、溜まってしまうというような話ですからね。お互いカーフキックを打っていきましたね。あ、そうですね、はい、さあこれもキックを出していきます山畑ですが、相手を倒していきました。山畑選手得意技に相手にとって嫌な攻撃って書いてあるんで、はい、それちょっと楽しみですね。どんな嫌な攻撃をするのか。オーバーハンドを見せていきますのは大石、うん、いやこれ距離詰めていきますね大石。これ相手に対してこう嫌な攻撃っていうのはやってる間にこう分かってくるような感じなんですかね。そうですね、相手嫌がってるところを多分とことん攻めるってことなんでしょうけど。あ、なるほど。前足ローを蹴っていきます山田です。互いにサウスポースタイル、これも今度は踏み込んでのパンチを見せていきました大石です。あ、ワンツー、ワンツーから右フックを出していきました大石。めちゃめちゃ上手いですね。いや、そうですね。あ、これもオーバーハンド、強烈な左、レベルが上がりましたね。さあ早くも第1ラウンド残り1分になります。お互いにサウスポースタイル、左の拳を引いています。左右にステップを踏んでいって距離を詰めていって大石のパンチ、ローを返していきます山畑。山選手ローキックいいですね、山畑はローを出していってますね。後から結構効いてくると思うのでどんどん出していった方がいいですね。大石としてはパンチの方が多いですか。そうですね、パンチすごいキレがあったんですけど、もうちょっとキレを出していきたいですね。これワンツー、そして右のフックを出していきました山畑。ただステップインでパンチを出していきます大石です。いや、これ一発一発迫力ありますね。そうですね、本当にいいのが当たったら一発で試合が終わりそうな感じがしますね。ここもカーフを狙っていくか、スーパーマンパンチを見せていきます山畑。あ、強烈なハイキック、そしてパンチを集める。ただここで第1ラウンド終了。いや、この第1ラウンド終了間際に一つ見せ場を作っていきました大石。ただ山畑としてもこのディープキック63キロ級の王者、そして NJKF ではライト級1位になっています。今日の試合がライズ初参戦になります黒いトランクスの山畑優真。いや、ただ大石第1ラウンド終了間際の攻撃、いいのが入りましたね。結構そうですね、いい見せ場を作りましたね。ですよね、はい、ただこの第1ラウンドですけれども、全体的に田丸さんどういう風に見ました。そうですね、そこまで差があるようには見えなかったんですけど、まあ、2ラウンド3ラウンド、まあ、どうなっていくかというのが楽しみですね。いや、ともに本当にこう攻撃に破壊力ありますよね。そうですね、しっかりと、フェイントもかけながら駆け引きをしているのでレベルが高いですね。さあ第2ラウンドが始まります。
いや田丸さんの話も一気にレベルが上がったっていうような話もありましたが、そうですね、この何もしてない時にお互いにフェイントをし合ってるんですよね。この辺りの駆け引きですね。そうですね、黒いトランクスが山畑、そしてゴールドのトランクスが大石健作、ミドルを出していきます大石。ただここをしっかりとガードしています山畑。これ相手の攻撃っていうのはお互いにどうですか、見えてる感じありますか。そうですね、今はしっかりとお互いちゃんと相手の攻撃を見て対応してる感じですね。あーっとうまいですね、今膝をついていきましたが、これはスリープです。いや第1ラウンドからカーフ出てっていうような話もありましたが、そうですね、今はローキックが少し多めになってきてるんですけど、もうちょっとサウスポー同士なんでカーフが当たると思いますね、はい、お互いに共に左のグローブを引いているサウスポースタイルです。ただローを出していくのは山畑、パンチを出していくのは大石。ローキックめちゃめちゃいいですね、ローで体力を削っていきます山畑。あ、ただ強烈なボディ、最後のパンチが入ります大石。大石のパンチどうですか。パンチかなりいいですね、もっとボディも顔もどんどん上下に散らしていきたいですね。先ほどからいいパンチが大石ボディを捉えています。対する山畑はローキック、先ほどから対応している、しつこくしつこく蹴ってますよね、もうすでに大石のもももかなり赤くなっています。このローキック、パンチで応戦していく大石。大和選手、やっぱりしっかりハイキックとかフックとか横の攻撃を守れてるんで、はい、下からのアッパーとか飛び膝とか入りそうですね。なるほど。さあ画面の中央、リングの中央、ラスト1分、第2ラウンドも速さを、残り1分。いや先ほどからいいボディが入っています大石です。踏み込んで左を出していく、やっぱしつこくローを蹴ってるんですけど、やっぱ手数が多い分大石選手の方がやっぱり印象はいいですよね。そうですね、そしてここでキックも織り交ぜていきます大石です。さあここで、まあ、このパンツの出てないところの駆け引きですよね。そうですね、強烈、蹴り合いです。ただこれがローブロー、急所に入ってしまいました。同時に蹴ったところに、いやもうほぼ同時でしたよね。そうですね、まあ、高さのミスマッチで大石のキックが下腹部に入ってしまいました。前回の試合は去年の11月タイガに敗れて、これがライズ初参戦で再起戦になります山畑優真25歳、対するこちらは大石健作、こちらも去年の12月に判定で敗れて再起戦になります。さあ第2ラウンドも残り時間がなくなってきた、ここは距離を詰めてお互いに打ち合います。足を掴んでの攻撃、さあ飛び蹴り、距離を詰めて前に出ていく山畑がプレッシャーをかけていったところで第2ラウンド終了のゴングです。さあこの第2ラウンドですけれども、田丸選手はどういうふうにご覧になりました。そうですね、やっぱり大石選手はどんどんパンチ手数をどんどん出しちゃって、山畑選手はガードを固めてしっかり蹴りを出していった感じですよね。大石はとにかく手数多いですよね。そうですね、やっぱり手数が多い分やっぱり大石選手の方が少し印象はいいですよね、はい、ただ山田選手1ラウンド目からしつこくしつこくローキックを蹴ってるので、それが3ラウンド目にどうやって響いてくるかって気になりますよね。大石のこの腿のあたりもかなり赤くなっています。そのあたりが第3ラウンドどう影響してくるか、ですからまあ山畑としてはその第3ラウンドまでのその組み立て方、このあたりっていうのも考えてますかね。そうですね、やっぱり2ラウンドずっとしつこく蹴り続けたんで、はい、やっぱりローからのやっぱ上の攻撃やっぱ当たってくるんじゃないかなと思いますね。ただローもらっても大石も減らさないですもんね。やっぱりトップの選手ですから、やっぱり気持ちは強いですよね。そうですね、さあ第3ラウンドが始まりました。黒いトランクスが山畑優真、ディープキック63キロ級の王者、そして同級の4位にランクされていますゴールドのトランクスが大石健作です。
本日の第4試合ライト級63キロ級、あーっとカーフキック受けましたね。カーフキックで足を買っていきます。さあプレッシャーをかけていく大石。いや、やっぱりちょっとふくらはぎの外のところ赤くなってますよね。そうですね、お前の距離嫌がってんねんぞ。さあ山畑に対してプレッシャーをかけていく大石。まあ今もカーフ蹴っていきました。そうですね、3ラウンドになって急にカーフキックがお互い切り始めましたね。そうですね、ふくらはぎのところがかなり赤くなっています山畑。先ほどは少し体勢を崩すような形にもなりましたが、さあここもローキックを出していきます。山内選手もうちょっと手数出していきたいですね、3番なんで。ここまで手数でいうと大石の方が上回ってますよね。そうですね。さあ175センチの大石、そして172センチの山畑ですから、まあ上背はほとんど差がありません。大石選手の方がちょっとリーチ長く見えますよね。そうですよね、ローでも結構効いてきてますね大石選手。そうですか、はい、嫌がってるように感じます。第1ラウンドから、まあ、しつこくローキックを蹴っていきました山畑。いや、もう桃のあたりが、そうですね、耳詰まれになってきました。赤くなっています大石。あ、確かにちょっと嫌がってるかもしれません。ローはかなり嫌がってるんで、ローから上につなげていきたいですね。ここはボディを見せていきます大石。さあ第3ラウンド残りまだ1分以上あります。いや、今体勢を崩しました。ただもう大石選手はもうここで気持ちで立って攻撃を返していきたいですよね。いや、ローがかなり効いているか大石。前足のものはかなり赤くなっています。ワンツーからローにつなげていきます山畑。さあ第3ラウンドお互いにカーフも出していったんですが、ここに来て山畑の第1ラウンドからのローが、効いてきているかもしれません。このラスト30秒山畑選手は結構行きたいですよね、はい、ミドルを見せていきます大石。ここで少し手数が止まったか。あー、ハイキック、山畑がキックを狙っていく。そしてロー、いや、このローですよね。そうですね、このローのフェイントからハイキックとか打ったらいいんですけどね。なるほど、ここはアッパーを織り交ぜていく山畑。パンチで前に出ていく。あ、右、お、いや、少し効いたか。フックが画面を捉えていきます山畑。残り時間がなくなってきた。ここで第3ラウンド終了のゴング。レベルの高い攻防でしたね。いや、そうですね、いや、非常に激しい打ち合いも最後は見られました。いや、ただこの第3ラウンドに入ってから本当に第1ラウンドから打ち続けていた山畑のローというのが本当に効いてきたような感じありましたよね。そうですね、また、3ラウンドローを受け続けても、立ってられる大石選手の根性がすごいですよね。確かにそうですね、後ろに下がることはありませんでした。大石としてもこの山畑の持つディープキック63キロ級のベルトをこれも将来的には狙いたいという話もしていました。さあジャッジがどちらになるか。29赤山畑、ジャッジ永瀬、29対29ドロー、ジャッジ大沢、30対29青大石。よって三者三様によりこの試合ドローとなります。両選手に盛大な拍手をお聞きいただきましたように、ジャッジは三者三様のドローという結果になりました。いや、この結果どうですか。そうですね、やっぱりもうお互い一歩も引かない攻防だったので、はい、にはドローでもう間違いないかなというふうに思ってますね。いや、ただ迫力ありましたね。そうですね、やっぱり1ラウンド目から大石選手は手数を やめなかったし、あと山畑選手はしつこくドローを蹴り続けましたよね。そうですね、お伝えしてきました本日の第4試合ライト級3分3ラウンドの一戦、山畑優馬対大石健作は三者三様のドローという結果になりました。